皆さんこんばんは、みずきです。今日はですね、久しぶりのすっぴんからのスタートです。今さっきお風呂から上がって、もうですね、今1時くらいなんですけど、なんか今日疲れてるのか眠いのか、めっちゃ目が腫れてるんですよね。久しぶりのこのすっぴんから始まる動画なのに悲しいです。はい、という感じで、今日は約1年ぶりに特別な日の前日にするナイトスキンケアルーティンをご紹介していきたいと思います。最近結構肌荒れしてたんですよ。この辺ニキビできたりとか赤み出たりしてたんですけど、このスキンケアルーティンに変えてお肌がだいぶ落ち着きました。なので、最近お肌のコンディションが悪かったりとか、お肌の調子整えたいっていう方はぜひ最後まで見ていってください。今日は角質ケアもしていきます。では早速、一番最初は毛穴のケアからしていきます。今日はこの2つを使っていきます。こちらのアイムフロムのハニーマスクとスクラブマスクを使っていきます。この2つを混ぜて使っていくんですけど、もうびっくりするくらい良かったです。韓国の美容系 YouTuber さんたちがあれだけゴリ押ししてた意味が分かりました。最近で一番感動したアイテムかもしれないです。それぐらい本当に良かったです。ハニーマスクとこのスクラブマスクを1対1で混ぜていきます。このハニーマスクとスクラブを混ぜることで優しく毛穴ケアができるみたいなので、敏感肌の方にも使っていただけるみたいです。私は顔全体に塗ってるんですけど、この毛穴の汚れが気になる T ゾーンだけに塗ってる人も結構多かったです。こんな感じで塗っていきます。このパックはだいたい週に 1,2 回してます。こんな感じで全体に塗ったら5分くらい置きます。で、5分後に水でマッサージしながら洗い流すっていう感じです。今まで結構いろんなスクラブ使ってきたんですけど、このスクラブが一番良かったです。これを使った次の日、全然お肌の質感違いますし、これをずっと使い続けると毛穴が本当に綺麗になってきます。なので、今毛穴の汚れとかに悩まれている方に本当におすすめのアイテムです。こちらのハニーマスクが蜂蜜が配合されているので、潤いと栄養をしっかり与えてくれて、こちらのスクラブマスクがイチジクパウダーと黒砂糖が配合されているんですけど、優しく毛穴の汚れを落としてくれながら滑らかなお肌にしてくれます。刺激が少ないので優しく毛穴の汚れを落としてくれます。では落としていきたいと思います。くるくるしながら落としてきたんですけど、もうしっとりもちもちつるつるです。これやっぱ本当にすごいです。これはもう手放せないアイテムのお仲間入りしました。汚れ落としてくれるので、お肌のトーンもワントーン上がったような感じがします。すっごいすっきりしますし、これを使う前より毛穴がほんと綺麗になりました。鼻周りとかももっと黒かったんですけど、それがなくなってきました。やっぱ週に 1,2 回のこういうケアって大事ですね。この2つは本当に感動したアイテムでした。はい、こんな感じで毛穴のケアをしたら、次はトナーを使っていきます。こちらのナンバーズインの3番トナーです。もうこれは私の動画で本当に何回も出てきてますよね。もう何本目か分かんないくらいリピートしてます。このトナーが私のお肌にはめちゃめちゃ合ってるんですよ。しっかりお肌保湿してくれながら鎮静してくれて、美白効果もあって、本当にこのトナーもう手放せないアイテムです。私普段ほぼほぼ家にいてずっとクーラーを浴びてるので、夏なんですけどお肌がずっと乾燥してるんですよね。なので今の時期もちょっと保湿力の高いトナーとかを使ってます。 T ゾーンはあんまり乾燥しないんですけど、この辺は本当年中乾燥してます。私は発酵成分が合うので、普段はこのナンバーズインの3番トナーをずっと使ってるんですけど、発酵成分が合わないっていう方におすすめのトナーが、こちらのトナーです。こちらのネイチャーリパブリックのシカビックトナーです。もうこのトナーも私の動画の中で何回も登場してるので、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、このトナーも私はめちゃめちゃ好きです。かなり優しい成分で作られてるので、敏感肌の方でも安心して使っていただけます。テクスチャー自体はトロッとしてるんですけど、サラッと伸びて、シカ成分がしっかりお肌鎮静してくれます。
保湿力もあるので私はこれもお気に入りのトナーです。なので発酵成分私は合わないっていう方にはこのトナーをおすすめします。はい、っていう感じで、次はエッセンスを使っていきます。これもずっと最近動画に登場してるアイテムです。こちらのミクスンのコーンエッセンスです。前回もお話ししたんですけど、これテクスチャーがすごいんですよ。大豆で作られてて、こんな感じでめっちゃネバネバします。すごいです。これなんか出会ったことのないテクスチャーでした。でもこれが本当に良くてよく使ってます。しっかり保湿してくれるのでインナードライケアにもなりますし、キメも整えてくれて角質ケアもしてくれる本当に優秀なエッセンスです。これも韓国の美容系 YouTuber さんたち本当たくさんの方が使ってあったんですけど、韓国のメイクアップアーティストさんも使っておりました。あと韓国のエステとかでも使われてるみたいです。使用感もいいですし、これ使った次の日のお肌のコンディションが良くて、私は最近よくこのミクスンの、コーンエッセンスを使ってます。お肌めっちゃもちってなるんですよね。このエッセンスも本当買ってよかったエッセンスです。で、あと最近よく使ってるアンプルがあるんですけど、こちらのヘイネイチャーのオソンチョアンプル、オソンチョアンプル、毒ダミのアンプルですね。こちらです。名前の通り毒ダミが配合されてるのでお肌しっかり鎮静してくれます。お肌の鎮静はこのアンプルが一番してくれるような気がします。赤みとかもしっかり抑えてくれるし、敏感肌の方でも使っていただけます。なので肌荒れしてる方にはこちらの、ヘイネイチャーの毒ダミアンプルがおすすめです。で、美白ケアしたいっていう方にはこちらですね、ミシャのビタミン C プラスのアンプルがおすすめです。こちらです。ビタミン C のもので結構顔がヒリヒリしたりとかするものもあったんですけど、これは使用感も効果もとっても良かったです。なので美白ケアしたいなっていう方にはこちらのミシャのビタミン C のアンプルか、あとアイソイの、こちらのセラムもおすすめです。こちらです。これもかなり有名ですよね。使い心地も香りも良くてよくこれも使ってます。なので美白ケアしたいっていう方はこういうのを使うといいかもです。はい、という感じでセラムは以上ですね。では次はパックを使っていきます。こちらのパックを今日は使います。こちらのアビブの鎮静パックです。最近肌荒れがずっとひどかったのでこういった鎮静系のパックをよく使ってました。私は個人的にアビムのパック大好きです。もうずっと愛用してます。このお風呂上がりのパックする時間が最高に幸せです。これもジャクサン製の毒ダミのパックなんですけど、角質とか皮脂を調節してくれながらお肌をしっかり整えてくれます。そして保湿もしてくれてしっかり鎮静もしてくれるのでとっても好きなパックです。こんな感じで10分ぐらい置いていきたいと思います。では外していきます。いや、もうお肌が今めちゃめちゃツルツルです。ほんとスペシャルケアですねこれは。いや、もうお肌のもちもち度がすごいです。週に最低でも1回はやっぱこういうケアはちゃんとしないとダメですね。首までしっかり伸ばしていきます。こんな感じでパックしたら次はクリームで蓋をしていきます。今日使うクリームはこちらのクリームです。ドクターエルシアのクリームです。もうこのクリームも何個リピートしたかも忘れるぐらいいっぱい使って、動画でも本当にたくさんご紹介させていただいたクリームです。最近いろんな鎮静クリームとか使ってみながら、でもまたここに戻ってきました。やっぱりこのドクターエルシアのクリームは最強です。めちゃめちゃいいです。特に肌荒れ中の方とかにおすすめのクリームです。匂いもめっちゃ良くてリラックス効果があるんですよね。なので夜使うと癒されます。で、保湿力も高いししっかり鎮静してくれるし、敏感肌の方でも安心して使っていただけるクリームです。これに戻して肌荒れもさらに収まった気がします。これもかなり優しい成分で作られているので皆さんにおすすめがしやすいです。こんな感じで全体にクリームを塗りました。
でもう一つ鎮静系で良かったクリームがこちらのバイオヒールボのパンテノールシカブレミッシュクリームです。こちらです。こちらのクリームもしっかり鎮静してくれて、ブラックヘッド、ホワイトヘッドのケアなどもしてくれます。テクスチャーがプルプルっとしたスリーピングパックっぽいテクスチャーなので、今の季節もとっても使いやすいと思います。結構サラッと伸びるアイテムです。これも肌がめっちゃ荒れてる時によく使ってました。で、あと一つクリームでおすすめなのがこちらです。こちらもバイオヒールボのリフトクリームです。こちらです。テクスチャーもしっとりしてて私はとっても好きでしたし、あとは美白効果があったり、シワ改善をしてくれたり、リフトアップの効果もあるみたいです。なのでちょっと顔むくんでるなっていう時に使ったりとか、これも、まあ、鎮静クリーム使いながら定期的にちゃんと使うようにしてます。やっぱちゃんと今のうちからアンチエイジングとかもしておかないといけないなと思って、これもよく使ってるクリームです。はい、という感じでクリームを塗ったら、次はニキビと赤みが出てる部分に別で上からクリームを塗っていきます。最初はニキビにパウダーを塗っていきます。こちらのドクタージャルトのアイテムを使っていきます。こちらです。もう使いすぎてこんぐらいしか入ってないんですけど、ニキビがひどかった時にかなりお世話になったアイテムです。これ使ったら私はとってもニキビの治りが早かったです。で、使い方は振らずに綿棒を入れます。で、このままニキビができてる部分にポンポンとのせていきます。一時期ニキビすごすぎてこれをめちゃめちゃ塗ってました。やっと2つに収まりました。これを2日間ぐらい続けて夜塗るじゃないですか。そしたらだいぶニキビが枯れてます。で、このニキビ跡の部分にこちらのクリームを塗っていきます。ナッツのクリームです。このクリームが赤みが出たりとか、ニキビが潰れた後とかに塗るととっても効果的みたいです。なので私はニキビが潰れた後にしっかり塗ってます。塗った方が赤みは早く引く気がします。このクリームも優しい成分で作られているので、敏感肌の方でも使えるみたいです。このクリームもしっかり鎮静してくれるので、もう1本買っとけばよかったなと思いました。これ Q10 で買ったんですけど、私が買った時は Q10 にナッツの公式のお店がなかったんですよね。でも久しぶりに見たらナッツの公式のお店ができてました。なのでまた目代わりで買おうかなと悩み中です。はい、という感じでナッツのクリームを塗ったら、次はまつげのセラムを塗っていきます。こちらのホリカホリカのアイテムです。効果的にはまだよく分かってはないんですけど、一応塗ってます。ホリカホリカのセラムはブラシがめっちゃ塗りやすいです。まつげもちゃんとケアしないとなと思って最近よく使ってます。はい、っていう感じで次はリップを塗っていきます。こちらのアリタウムのリップマスクです。こちらです。これも韓国に住んでる時からずっとリピートして使ってるリップマスクです。保湿力がどのリップクリームよりもいいです。なので冬は必須アイテムですね。一回唇がめっちゃ乾燥して割れた時があったんですけど、その時もこのリップマスクで治りました。そのくらい保湿力が高いです。ただマイナス点はめっちゃベタベタするので、ベタベタするリップが嫌いっていう方は合わないかもです。保湿力がいい代わりにすごいベタベタします。はい、という感じで、リップ塗ったら最後にボディケアをしていきます。こちらのエルアのモイストエッセンスです。これが私の高校の時からの仲いい友達が販売してるボディ美容液で、最近毎日ちゃんと使ってます。ちょっとテクスチャー的にはミクスンのエッセンスと似てます。伸ばしたらサラーっと伸びるんですよね。で、ベタつかないので私はちゃんと毎日使えてます。ベタベタするのってなんか使わなくなるんですよね。日焼けしたお肌をしっかり鎮静してくれながら保湿もしっかりしてくれます。撮影の時はずっと外で紫外線浴びてるので、最近はちゃんとボディケアもするようになりました。これもよく使ってます。はい、という感じで、
私の特別な日の前日にするスキンケアは以上になります。1週間に1回くらいはお家でエステをする感覚で、ご褒美でこんな感じでスキンケアをしてます。どのアイテムも優しくお肌ケアしてくれるので、今お肌のコンディション悪いっていう方はぜひチェックしてみてください。またちょっといろいろスキンケア試してみて、いいものがありましたらまたご紹介していきたいと思います。はい、という感じで皆さん今日も最後まで動画ご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさーい。